吉野さん、一心同体少女体って言葉が昔ありましたけどもまさに私たちは運命共同体な部分もありますよね私のアカウント版くらった動画で同じように数週間後吉谷さんもそうなるというねなかなか奇妙な関係でございますそれでですねこの億万長者合宿のやり取りってやっぱりね30年ぐらい続くんじゃないかなと思うんですよいやもっと続くかもしれないんですけども ただねその過程できっと我々の人生にはさまざまな悲しいことも起きるでしょうね。いやちょっと想像したらねお互いにこの億万長者合宿のやり取りの途中に身内をなくすんじゃないかなと思うんですよ。その時にどんな動画になるのかなとかねうーんまあ考えちゃいますよね。今までもいろんな方との付き合いの中でその方の身内がなくなって元気をなくされてる。 部分とかに遭遇しましたけどもね、まあついに俺の出番も来るかみたいいな感じでございます、まあ似たようなシリーズが始まりましたけども「なんちゃって」シリーズみたいなねまあ別にその勝負をしてるわけではないんですけどもまああの「億万長者合宿」シリーズを見てね自分もこういうのやってみようかなっていうふうに続いてくれる人がいるのはちょっと嬉しいなと思いましたね。えーでしかもその キャッチボールの相手が私ですから私はその似たようなシリーズをいくつかやるような感じになりますまあそれもなかなか面白いなといくらでも受けられますんでね私はねうんやっぱりこう億万長者合宿シリーズもう特になんか決め事があるわけではないですけどもただやっぱり少なくとも24時間以内にいくつかのやり取りがこうやってずっと続いてるとまあ多い時にはね何十本みたいなのが行ったり来たりとかしてた時期もありましてそれを見るとね なかなかの継続力と情報発信能力そして受信力だなっていうふうに思うんですよ。でお互いに送った動画のどこを切り取るかは自由なんですけどもそれによって切り取ったところで次のメッセージのやり取りが続いていくんであのパラレルワールドっていう言葉がありますけどもね例えば一つの動画を撮りますそのどこを切り取るかによって次のストーリーも変わってくるってことでもう無限にいろんな世界が広がっている中の一つを私たちはお互いに選択してるってことなのかなと思うんですよ。うん ただ変わらないのはやり続けるってことですよね。どんなパラレルラウンドに行ってもそこで冒険を続けるってことはなやめないのかなというふうに思います。でまたね、これはあなたのビデオですかってあるじゃないですか。あれはね何かっていうとご存知かもしれませんけども、Facebook でそのスパムみたいなあのダイレクトメッセージが送られてくることがあるんですよね。それに、ああいう動画、これはあなたのビデオですかっていうふうなあのメッセージとともに、キャプションとともに、 あの動画画のねなんかイメージ画像が送られてくるんですよスクリーンショットみたいなのが。そこに送られてきた人の画像がなぜかね自動的に貼られていてあれ自分の動画があるじゃん。これはあなたのビデオですかって書いてあるからどうなんだろう確かめてみようかなと思ってその動画みたいな、ね、スクリーンキャプチャーを再生すると感染するんですよね。感染したらどうなるかっていうと自分の Facebook の 友達、私だったら5000人ぐらいいますけども、5000人全員に同じビデオが同じ葬式でバーンと送られて、相手方の顔がこう出てね、で、これはあなたのビデオですかっていうのが <laughs> バーンと広がるんですよ。だからあのダイレクトメッセージが来たら、桑原、桑原なんですよね。で、さすがに最近知らない人がいないと思うんで、誰もクリックしなくなりましたけども、それでもたまにね、うっかり触っちゃって、あれがバーンとまた広がっちゃったりとかするブームっていうのが、 消消ええててはは起起き起きては消えるみたいなな感じなんですよねだからその逆手にとってこのビデオは誰でも知ってるだろうみたいな感じで恐る恐る誰かクリックするかなと思ってあれ作ってみたら結構ね50人くらいの方があのビデオあの動画を作るたびにこれはあなたのビデオって作る,クリックされてるんびに、ね、<laughs> そう考えていくともしかしたら感染するかもしれないなと思いながら私の動画を再生してくれるね <laughs> なんかそんなあの冒険心の強い人がいるんだなと思いましたね。 まあ冒険の棒っていうのはそういうことなんですけども冒険の棒っていうのはねなんか太陽の火っていうのと下になんか目っていうのがありますけどもなんかこう太陽に目を向けて眩しいみたいなねもしくはその太陽に向かってこう歩みを進めていく挑戦みたいなイメージがありますねで冒険の剣の字はやっぱり険しいという感じですからねその危ないところにこう目を向けて進んでいくのかなみたいなそこに日は昇るんだよ 少年の心を思わせるなというところでございます、まあ、今回はね剣だと険しいって書いちゃいますので冒険の棒でなんかこう行ってみるかみたいな気持ちをね、えーはあ、走り続けたいなと思いますねうんまあ、そんなところですかね冒険しましょう冒険行ってるぞ